翔さん、翔さん、見つかりました。見つかりました。逃げてください。マジ？あ、マジです。隣の家電気つきました。おはよう。自動で電気がつくタイプのものが2つあって、奥の家はすんすまっすんってますね。人は出てきてないから、またちょっと多分寝てますよ。それもし起きてたとしても、まあ新聞配達かもしれないし、野生動物かもしれないし、で俺もすぐ懐中電灯を消して小声で呼びに行ったから大丈夫なはずですよ。ここは大丈夫でしょう。でしょうね。